おはようございま す。カモンマテリアル。マテリアルの高部五郎です。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために、発信している番組でございます。はい、ということで、はい、今日はですね、7月24日の、はい、朝でございます。はい、はい、ということなんですけども、やばかったっすよね。いやもう本当にね、俺ね、すみません、これね、収録の日の話なんですけど、はい、収録日の朝4時ぐらいから、すごかったですね。1時間半から2時間ぐらい、ずーっと雷がズドーン、ズドーンで、もう寝れたもんじゃなくて、むっちゃ起きましたよ、ね、ほんまに。寝れませんね。で、なんか8時ぐらいになったら、もうドンピカっていうか、もうピカピカに晴れてて、どうなってんねんっていうぐらい、はいはいはい、なんかもうびっくりするような天気でしたけどね。はい、はい、いやでもあれでしょ、前日の、そうですよ、お昼に梅田から谷町4丁目に帰ってたんですけど、はいはいはい、梅田はちょっと曇ってたんですよ、はい、で谷町4丁目の駅の改札ですよ、うん、改札、谷町4丁目って地下鉄なんですよ、地下鉄で、まだね、だいぶね、入り口からだいぶ遠いですよね、遠いです、遠いです、2、30メートル、もっとあるのかな、あの階段の、階段のまだ上ですもんね、だからその下のところにある改札を出たら、出た瞬間に、雨が吹きぶつかって、雨風が、シュワーって、え何これと思って。あれ、もうむっちゃ降ってるやんっていうのが、改札出た瞬間に分かりましたからね。ねえ、はい、ね、びっくりしました。で、出たらもうダダ降りで、はい、ダダ降りで、びしょ濡れでみたいな、はい、で、その後、あれでしょ、ここで生配信して、そうですよ、パソコン音出なかったんでやばいと思って、次の日治りましたけど、ああ、よかった、治りましたけど、よかった、やばかったですね。で、しかもその時にちょっとたまたまのそうなんズームで、別の場所にいるあゆみさんと、はい、そうです、つなげてやってたら、彼女の、実家の、まあ、神戸方面の実家が、はい、ものすごい雷で、そうなんですよ、もう停電して最後固まったって、ね、あれうまいタイミングで固まりましたよ本当にこうやった瞬間に固まったんですよ。そうです、それで終わりかなと思って、あれ止まってると思っていやいや、でもあれもう見てましたけど、もう音が入ってましたもんね、カメラの方ね、あんまりそういう雑音ってああいうの拾わないんですけど、そうですね、ね、それでも聞こえるぐらい、もう喋っててもね、あゆみさんがこの辺で喋ってるから、いやあれ反射的になるもん、やっぱりずーっとーんとかっていうとね、そうですね、そうそうそう、あれはエグかった、強烈でしたね、ね、いやいや、ほんで僕も今朝のやつはピカって光るじゃないですか、はいはい、でピカって光ってから、この光った瞬間から音が鳴るまで、はいはいはい、これで大体の距離が分かるんですよ。そうですね、はい、大体音速が340メートルなんで、はい、1秒やったら340メートルぐらいなんですよ、3秒やったら1キロぐらいなんですよ、はいはい、とかいう話なんで、はい、何秒なんやろうとか思ってピカってなってから1、2、3、10秒ぐらいやったら3キロぐらい向こうやとか、でも3キロぐらい向こうやのにめっちゃすごい隣で鳴ってるぐらいでっかい音聞こえたりとかして、でかかったですね、やばかったっすよね、うん、はい、あれはね、多分ね大阪の人結構寝られへんかったんちゃうか、絶対起きますよね、はい、いや、まあ、寝られる方もいらっしゃるかもしれないですけども、はい、いや俺結構ね、ああいうの分からないで寝てるタイプなんですけど、その俺が起きましたね、おお、なんかすごい、まあね、雨もすごかったですからね、そうそう、音もすごかったね、はい、はい、まあ、皆さんくれぐれも雷だけは、雷鳴ってる時に本当に外歩くのだけは気をつけてくださいね、昨日やばかったですね、ほんまに、あ、やばいと思った。あ、はい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 、ビルの近くにおるから安全とか絶対ないですからね、はいはい、中に入らないとダメなんで、はい、外にいたら、ね、外はやばい、ビルに落ちたやつが今度その外側にいる人に移ってくるっていうね、はい、木もやばいみたいな、そうそう、木とか絶対あかんし、はい、この間どこやったっけ、千葉やったっけ、関東の方で一人、はいはい、倒れたはる男の人がいて、はい、で、なんで倒れてるかが分からなかったんですって、もう雨も上がった後やったから、ところが調べてみたら、どうやらこの人電気が通ったとこあるから雷に落ちて亡くならはったんやろういう話で、あ、亡くなってたんですか、そうです、そうです、はい、心肺停止状態で見つかったんやけど、まあ、病院行ったらもう完全に、はいはい、亡くなってますみたいな、木より人の方が水分が多いから、あ、そう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 、水分探してくるらしいんでね、はい、怖いですね、はい、非常に怖いので皆さんくれぐれも気をつけていただいて、まあまあ雷だけじゃなくてね、
まあ、土砂災害とかもその起こってますから、ね、川とかも、ね、はい、で川の氾濫とかね、はい、僕がもう大阪市内結構あのゼロ海抜ゼロより下っていうね、マイナス地帯とかが多いので、はい、くれぐれも気をつけていただいて、ね、はい、気をつけて、この番組を見ておいてくださいということなんですが、はいはい、でまあまあまあその雷に、はい、もう嵐のような、天気なわけなんですけど、そうですね、はい、でこのね大阪にね、嵐を呼ぶ男がいるんですよ。はい、嵐を呼ぶ男がいるんですよ。もうね結構長いことかかったんですけど、ここまで来るのにね、はいはい、でやっとこれ紹介できるというね、はい、あの1回、はいはい、1回出てくれてて、はい、その時にもうこの次はこれで紹介したいからこれの時は来てなっていう約束をしてて、はいはい、やっと呼べるというね、いやー、はい、楽しみですね、めちゃくちゃ楽しみなんですが、はい、はい、まあまあ、 何が楽しみなのかはご本人からいろいろとお話していただきたいと思います。はい、はい、それでは、映画カバ監督の川本隆弘監督、はい、そして、ヒロインの桜若菜さん、よろしくお願いします。はい、ということで、もう一度、ご紹介させていただきます、映画カバの監督の、川本隆弘監督と、そしてヒロインの桜若菜さんです、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということなんですが、ようやくこの日が来ましたよ。はい、約束してた通り、どうもありがとうございました。いやいや、こちらこそお待たせしました。待ってました、ほんまに。いやでも本当にね、うん、そのまあまあ制作も大変やし、うん、その制作の後ね、上映しようと思っても、うんうん、このねコロナのせいで、そうですね、上映時間の問題とかがいろいろあって、うんうん、めちゃくちゃこう大変だったじゃないですか。そうそう、タイミングの問題とか、ほんまね、去年公開の予定やったんですよね。そうでしょ、そうでしょ、コロナで延ばして、うんうん、で今年やって、よっしゃーと思ったらまた緊急事態宣言になったりとか、はいはいはい、うん、まあまあもうここまで来たら流れにね、なるのしかないですけどね。いやいやいや、でも本当にね、うん、ようやくこの日が来たのがものすごく嬉しくてですね、はい、はい、いやいや、あのたっぷり今日はですね、はい、10分間ありますので、はい、10分間でその思いをぶつけていただければと思うんですけども、まあ残念ながらこれね、ありかなしかという、はいはい、あの前のやつですね、はい、なんですよ。だからプレゼンテーションを10分間、はいはい、やっていただいて、はい、で終わったら判定します、はい、で丸やったらよかったねなんですけど、バツ、うんうん、だったら、2人にモザイクがかかって、はい、声を変えられて、強制的に変えられちゃうそんな、すごいって、なんかもうやる前提やんそれ。はい、ということになっておりますので、ぜひですね、はい、楽しくプレゼンしていただければありがたいなと思ってます。はい、頑張ります。はい、その前にじゃあ、判定員の方よろしくお願いします。はい、とりあえずこれで、判定されますので、はい、頑張っていただきたいなと、はい、頑張ります、思います。はい、それではいきます。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、映画カバの監督の川本隆弘です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。カバ先生の生徒役の優子役をやらせていただきました桜若菜です。よろしくお願いします。はい。そしたらね、まずあらすじからちょっとね、はい、そうですね。はい、うん、結構ね、もう7年以上やってたんで、結構知ってる人いると思うんですけど、もうパイロット版から先行社会から何でもやってたんで、はいはいはい、もう大体みんな知ってるんですけど、はい、まあ一応改めてね、はい、まあ知らない方もいるので。そうですね。この映画はですね、大阪は西成区の中学校の先生と、まあ、その生徒たち、そしてその西成の町の親御さんとかね、その大人たち、うん、まあ、その地域に住んでる方々の、まあ、群像劇です。まあ、ざっくり言うと、まあ、西成の、まあ、学園門かな、うん、まあ、ちょっと金八先生みたいな。で、彼女がね、そのカバ先生の生徒役の、ね、優子役のね。はい、でこの映画はね、創作ではなくね、一応月経映画なんですけど、はい、まあ、実際カバ・マスオ先生って方が西成におられてね、はい、もう10年前に亡くなられてるんですけど、まあ、僕が3年ぐらい取材をして西成で、でまあドキュメンタリーとまだいかないですけど、かなりドキュメントに近い劇映画に仕上げてて、うんうんうん、まあまあ、リアリティを結構追求して、で現代ではなく1985年を、ねね、の大阪西成を舞台にしております、はいはい、もうタイガースが優勝した年ですね、そうですね、日本一、はい、だからね、今年公開
して日本一阪神がまたなったら大盛り上がりですね。そうそう実話を元にした、うん、映画で西成って言ったらね結構釜ヶ崎、はいはいはい、労働者問題の方がね、はい、そっちの方結構みんなフューチャーする人多いですけど、はい、ちょっと釜の場合はねそっち側じゃなくって、うん、北西の方のこう積もりっていうところが舞台で、はい、ね、はい、うん、そこではねそのすごい差別された地域がありましてね、そこでこう一生懸命こう生きるね子供たちと向き合った先生がいる、うん、そういうお話です。ね、だからその積もりの地域っていうのがね結構そのいろいろあのそう地域的なね、うん、問題があって、うんうん、いわゆる在日の人たちが住んでらっしゃる、うん、地域があったり、うん、あるいはその被差別部落の地域があったりとか、うんうんうん、そういう地域の子どもたちが通ってる中学校だったんですよね。そうです、はい、うん、ね、でそこでねカバ先生って方は6年ぐらいいたんかな、うんうん、まあ、カバ先生だけの話じゃなくてね、うん、あの新人でやってきた若い教師とか、はいはい、その周りの先輩教師とかの、群像劇でもあるんで、はい、まあ、カバ先生一人追ってるわけじゃなくて、うん、だからまあある意味ではカバっていうタイトルやけど案外結構何試写会とかしてたらカバ先生主役ちゃうなって言われるんですよ。タイトルがカバやからみたいな、ねね、うん、そうそうそう、だからついついその主役なんやったらもうちょっとカバ先生出したってみたいな感じの声がね上がらんこともないんですけど、でもあの出てくるそのそこにいる人たちみんなが主役なんで言ったらね、うん、そうなんですよね、そうなんですよね、だから実際ね優子ちゃんもね、カバ先生主役でしょ、ヒロインやけど、はいはい、ほぼほぼ絡んでいない、そうなんですよね、ワンシーンだったもんね新任の先生の方やもんな、どっちかっていうと、新任の女性教師、はい、加藤先生、はいはい、加藤先生、はい、とこう優子ちゃんはすごく絡んでいくんだけど、はいはい、カバ先生はないですね、絡みないですね撮影時もしなってへんじゃん、そうですね、なかなか、うん、おー、ちょっと、さくらちゃんから、はい、どうぞ、ちょっと、どうぞ、この映画の見どころですよ、あ、この映画の見どころ、私の演技を見てくださいなのかもしれないです、うん、私ばっかり言わんといてね、この映画は結構私的にはこう一つ一つの言葉が心に刺さるというか胸に入ってくる作品だなって感じてて、そうそう、すいませんごめんなさい、あの話終わったらごめんね、はい、あのおいくつですか今、私今16歳、今年17歳の16歳で、撮影当時が15歳、中学3年生、中学3年生で、はい、だったんですよね、で、はい、台本もらったのも、まあ、それぐらいの時にもらってて、はい、言ったらね85年の世界を描いてるじゃないですか、で僕らはもう85年を普通に生きてたんで、うん、あのそう考えるとあの話って全然あの入ってくるんですよ、ただあの逆にこの今16歳のね、うん、ましてその演技した時は15歳の女の子が、うん、どう感じてるかっていう話を今してくれてるので、うん、はい、そうですね、はい、うん、でそれがものすごい刺さってきた、そうですね、もうなんか一つ一つの言葉がもう本当に名言になるんじゃないかっていうくらい、うん、すごいいいセリフばっかりで、まあ台本読んでる時ももう心にも来るけど、こう映画見てるとそれ以上に胸に刺さってきて、多分皆さんも好きな言葉っていうのをすごい見つけやすい映画だなって思うんですけど、好きな言葉あります？脚本書いた人に聞いたよこれ、脚本書いた人に聞いたよこの人でもね、うん、一番受けるのはね、受けるって受けるって言い方すればよくないと思うけど、うん、一番こう結構みんながびっくりするのは、うん、この学校ではない、ああ、うん、部落か在日沖縄しかないんや、ね、そのまま出ていけっていう悪い、はい、まあ、不良生徒たちが、はいはい、新任の加藤先生にね、はい、それいじめるんだよね、お前はどれやっていう、お前どれや、ね、加藤先生が、はい、いや普通やけど言うてもて、ね、お前ね俺ら普通の人間ちゃうんか女らみたいな絡むっていう、うん、はいはい、結構なんていうかな、ちょっとそうなんていうかな、普通の商業とかね、そういう映画だったらこういう表現ってなんかできないじゃないですか、できないできない、今の時代ね、絶対できない、で僕はもう完全自主映画でやったんで、うん、そういうセリフはまあ例えばね、今娯楽っていう言葉すらも多分差別語になっちゃうかなと思うし、うん、あとまあそのちょんことか言ったりとかね、はいはいはい、そういうのもあえて出したんですよ、はい、うん、それは別にそうバカにしてるんじゃなくて、うん、違う違う違う、1985年をやっぱこうリアルに、うん、当時そういうことがあった上でのちゃんと描いて映画で、そこからこう議論していきたいなっていう、それはねでもね、うん、まあ、この間ね、試写会をした時に多分見られた方が上げてらっしゃったそのフェイスブックの、ね、記事とかも僕も読ませてもらいましたけど、うんうん、ちょうど当時その当時に
まあ、先生をね、うん、現場でやってらっしゃった方が、書いてらっしゃった記事だったんですけど、うん、まあ逆にね今時そんな言葉も使うことがないから、うんうん、そうですね、こういう言葉を知ってるっていうのがものすごいこの監督はよう調べてはるなって褒めてありますよね、うん、そうね、だから、はい、まあ僕らの年代やったらちょうど小学校5、6年生ですよね、いや10ごめん、僕はその時中3でした。あ、そうか、中3、ほらもうドンピシャじゃないですか。そう、ドンピシャ、ドンピシャ。だからほんまにカバ先生に教えてもらってた、スクリーンに出てた人たちはみんな俺と同世代。あ、そうか、そうか、そうか、ん、ほんならその当時やったら結構そういう言葉って使ってる、うん、ちょんこも言ってたし、そうそう、だから、はい、まあその3年間取材の中で再度、うん、そういうのをこうもう一回ね、あ、自分の中に入れて、ほんで、まあ、本に起こしたんですけど、はいはい、うん、だからまあセリフっていう一つの言葉っていうよりも、まあ、リアルにその当時の言葉もね、うんうんうん、特に関西やし言葉悪いし、うんうん、東京の像がちょっとびっくりしちゃったんちゃうかな。東京でも試写会やってたんですけど、東京の反応はどうやったんですか。東京の反応がこれかなり良かったんですよ。いやでもなんかほら坂上忍がどうのこうのとかなんか、そうそう、書いてくれはってね、坂上忍がこれは見るべきとかってどういうことみたいな。3回試写会やったんですけど東京で、うん、最後とかもう満席になりましたし、ね、立ち見が出てすごい、ね、もう大拍手喝采やって、うーん、結構東京の人はやっぱり、うん、冒頭ね、うん、いろいろ先生にわーってやる、はい、やんちゃするシーンがあるでしょ、連続で続くでしょ、はい、あれがめちゃくちゃ面白かったらしくて、ほう、僕ら関西の人間って結構日常というか普通っぽいとこあるじゃないですか。でも東京の人からすると、うん、これコントっていうぐらい、はい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 、そう、先生なんか面白かったみたい、うん、でそこから後半だんだんちょっと悲しいゆうこちゃんとかね、はいはいはい、だんだん家庭の事情も分かってきて、はいはい、悲しいこととか、はい、出てくるから、最初面白くて最後悲しいから、うん、めちゃくちゃこういろいろ詰まってるねっていう意味で、うん、なんか東京の人はあんまりそういう差別うんぬんくんのは多分あんまり分からへんかったみたいやけど、うんうんうん、やっぱそういうしんどいもしてる子供たちっていうのは分かるじゃないですか、みたいなね、はい、まあ貧困やったりそんなのは東京でもあるやろうから、うん、そんなんがやっぱり先生がその子たち向き合ってるってことにそこはやっぱり感動してくれたので、なおかつ大阪弁で面白いし、はい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 、ちょっとむちゃくちゃなその人情みたいな、はいはい、うん、なんかこう最後バスのシーンとかでね、うんうん、バスの運転手がもうちょっと子供たちのためによく英語であるじゃないですか、はい、そんなんもう大阪ってなみたいな、さすがにあれはないで作ったそんなんそこまでないで、あのバス借りるのも大変やったもんな。はい、そんな感じでね、はい、そのまあ、突き刺さるっていうのはね、はい、うん、彼女が言う、うん、まあ、これから見ていただいた方にもね、はい、感じてもらえたらと思います、思います、はい、ということで時間です、はい、ありがとうございました。いや話ね、あ、いっぱいやりすぎて、うん、もうここへ詰め込むのが大変。もう一応プレゼン終わってるんですけど、うんうん、関東でね試写会見た人のコメントが上がってるやつ もう見させてもらいますけど、やっぱり教育関係者の人がものすごい衝撃を受けてるというか、うん、今のが悪いとかいいとかそういう話じゃないんですけどね、うんうんうん、ただ今自分がいる立場で考えた時にここまで向き合えてるかみたいなところをなんかすごく問われてしまうので、そうですよね、現場にいる人ほどすごい刺さるっていう話みたいなので、まあそういう現場にいる人はもう特に見てほしいですけど、その人間としての向き合い方の話やからね、そうですよね、はい、まあその辺をちょっと見るためにぜひ映画館でね見ていただければなと思うんですが、判定をしないといけない、はい、そうですよね、決めるのは後ろにいる3人なんで厳しいジャッジをお願いします、はい、では判定に参りたいと思います、はい、それではこのプレゼンありかなしか判定、はい、丸3つです、ドキドキした、ドキドキした、一瞬赤に見えたからそうそう、みんなね、この判定でね、一瞬静かになると、うんって言ってるんで、思わず、うんってこう力が入っちゃうね。はい、はい、よかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。いや。で、これがちょうど、今日24日なんですけど、はい、東京で、区切り。そうですね。ということなんですよね。今日の、はい、新宿の、ケーズシネマっていうところで。はい、ケーズシネマで。今日の3時50分。3時50分から。と、はい、6時20分の2回。2回。うん、この時なんでね、はい、今日は僕たち2人も、はい、うん、
あの舞台挨拶に、はい、今から飛んでいきますから速攻で3時50分の回かな、はい、そっちの方に、はい、一発目の回に、はい、24日は舞台挨拶して行ってますので、はい、ぜひで東京の方は、東京の方ぜひですね、ケージシネマ行っていただいて、はい、お二人のね舞台挨拶もお聞きいただければなと思います、はい、そして関西では、8月入ってからですね、8月13日から京都、はい、アップリンク、はい、で8月14日から大阪ジュースを第7芸術劇場で、はいはい、ちょっと時間はねまだね、はい、多分この段階では決まってない、そうですね、はいはいはい、結構ね、ま、映画館で遅いですね、時間決まるまあまあ、あのミニシアター特にね、あのミニシアター系は特にね、あのましてやその今またマンボウがこう続いちゃったとかっていうのもあるんで、大阪は、あ関西もまだ関西大阪ね、大阪もまだ、大阪はマンボウ続いてるんですよ、あの京都は外れたんですけど、そうそう、なのでまあまああの、何時になるかっていうのはちょっとまた、事前に確認していっていただく感じになると思います ね、 すね、はい、いやいやありがとうございました。じゃあもう僕もですね、あの一回試写は見させていただいてて、はい、あの完成版じゃないんですけどね、うんうん、完成版ではない、一応完成してすぐぐらいに見させてもらったんで、うん、あのものすごいね、なんていうんですかね、リアルですよねやっぱね、うん、あの演技がどうのこうのとかっていうより、あの場面場面がリアルすぎて、うんうん、あの本当にあの時代の空気感をすごい切り取ってくれているので、うん、あの見ていて非常に自然にスッと入っていけたし、胸に迫るところもたくさんある、作品なので、この夏ね、夏ですけどね、はい、ちょっと、胸を熱くしたい人は、見に行っていただければいいんじゃないかなと思っておりますので、お願いします、はい、ぜひよろしくお願いしますということで、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。川本監督と桜若菜さんでした。はい、じゃあ次、あゆみ。はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、こうやって止まってたってねあれ見た瞬間ほんまに笑ってもらう、もう自分ではびっくりしました。オンエア見て、うん、あとでね、うん、見返した時に、うん、もうすごいところ始まったなって神よね、あれね生捨てって感じ、そう、もうこの状態ビビりながらもう、はい、びっくりしましたが、はい、はい、皆さんお気をつけください。はい、はい、ということでですね、お店の情報がまたしてもマンボウが、はい、このマテリアルでは初めてやと思うんです、あの、はい、ソファー、ああそう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 、ソファーが出ていたんですよ。ちょっとこれあのずらして見せようか見えるかな、見えるかな、3人座ってもゆったり今座ってます、はいはいはい、こんな感じでソファーが入りました、はいはい、ソファーが入ったので、はい、すごくね、くつろぎながら、はいはい、まあ、映画も見ていただけるし、そうなんですよ、ゲームもできるし、いろんな、ね、今日実はの収録前にちょっと試合やってたんですけど、試合やったんですね、めちゃくちゃゆったり、ゆったりですよね、ものすごいゆったり、もう寝てまうんじゃ、いや、ねえ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 、はい、はい、もうすごいいいので、ぜひぜひね、皆さんにね、はい、活用、あのちなみにこれあの倒したらベッドになりたい、ベッドになります、ね、はい、はい、あの寝ないように気をつけてくださいって感じなんですけど、はい、もう靴を脱いでもこう、はい、しっかりと脱げるので、はい、ぜひぜひ試しに来てください。はい、まあね、はい、マンボウ明けにねまあ、まあ、22日まではマンボウなんで ね、 そうですね、まあ、マンボウ中のイベント以外の貸し出しはできますので、はいはい、そう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 、だから、はい、本当にこのソファ使って、はい、あの好きなあの映画を持ってきて、はい、見ていただくのにこの部屋として借りていただくんですね、借りれます、はい、そういう利用の仕方ができますので、皆さんぜひですね、はい、この大画面で音も結構いいですからね、いい音で、はい、ぜひソファーでくつろぎながら見ていただきます、あのくれぐれも寝ないように気をつけてください、ね、それは要注意ですね、はい、はいはい、ということで、はい、はい、了解です、入ります、はい、はい、ありがとうございました。はい、高橋さん、はい、おはようございます。シネマコミュニケーター高橋です。シネマというのコーナーでございます。はい、はい、まだあれですね、監督ビジュアルを持ってきてますね投げプレーする監督がこのビジュアルを忘れるんでしょうか、はいはい、カバーのチラシでございます。はい、はい、はい、なんか前もね、だね、映画監督ね、もう喋る方しないで、ね、そうそうそうビジュアル忘れる、何も、まあ、伏線の私の方でいただきたいと思います。はい、最近になって、だから公開までに2回拝見したんですよね、はい、もうこの夏はカバと犬部を公開までに2回見たというね、はいはいはい、まあ、いろんなつながりがあってやっておりますけども、はい、ということで今日これカバ先生ね、はい、山中新太さんが、はい、主演なんで、はい、まず1本目はやっぱ山中新太さんに行きたいと思います。はい、幸福な囚人ですね、はい、これは劇場公開が2019年の12月2日でございます、はい、
監督が天野裕次郎監督で商業映画1作目です、はい、でこちらねカバーではね、はい、なかなかいいやつやったけどね、いやいやいやもう、はい、こちらはねちょっと途中からは切れてしまうというかね、はいはい、あのこの夏もあのミスターノーバディとかいろいろありましたよね、はい、あの、はい、この煽られとかありましたけどね、はい、この日本人として切れる映画でございますね、はい、もうなんかどうなりになるやろと思いますよね、はい、あのこの時もまあ舞台でお会いしまして、はいはい、お話しさせていただいてね、はい、あとね山中新さんもいろんな監督のね、はいはいはい、出てね、はい、いいですね、はい、でこのまた監督組になるのかなと思いながら見てますけどね、はいはい、もうこれはもう単にあのなんかまあ妻が不妊症になって、はい、悩んでて、はい、うつ病になったので、まあ、自分もこう病んでしまうということから、はい、ちょっと愛人問題とかいろいろあってもう金槌っていうかな、はいはい、乗って、はい、もう、はい、囚人なのっていうぐらいの悪さをするという、はい、映画がありますね、はい、これでもスカッとしますね、おスカッとするスカッとする、はい、結構重めなあのテーマっぽいですけど、カバーもスカッとするけども、はい、これもある意味スカッとする、なるほど、はい、でも多分これでスカッとすると、はい、私も病んでるんかなごめんそれ今相談されてるかもしれないでもこれもね、はい、見ていただきたいと思います、はいはい、事情がありまして本当は今日もう一本山中新たな話を持ったんですけど、はい、来週残しておきます、はい、はい、はい、OK です、ね、はい、ご覧いただきたいと思います、はいはい、でまあカバーも懐かしい時代ですけども、はい、1979年、懐かしい、はいはい、4月21日日本公開のビッグエンジですね、はいはい、なぜか私サーフィンできないくせにサーフィン映画好き、サーフィン映画好きでねであと、ちょっとベトナムが絡んでると好きなんです、はい、おー、うん、なんかこれはまあ単にもねまあ、青春もんですけどね、はいはい、犬も青春もんですけど、はいはい、まあその水曜日に大きなビッグウェーブが来るっていうのが伝説であってね、うん、それを目指す、まあ、若者たちの物語で、はい、結局、思ってから12年ぐらい経つんですね、はい、12年経ってあと、まあ、ビッグウェンゼが来るという作品でございます、はいはい、この時当時はこれがですね、はい、ジャン・マイケル・ヴィンセントですね、はい、ね、イケメンだったんですけどね、これから入るかもってあんまりこれで終わったぐらいですねで、あとが、ウィリアム・カット、はい、この人も男前で、ヒットするかなと思ったらあんまりなくて、ガバリンという変な映画に出まして、でゲイリー・ビージというね、はい、3人の中で一番落ちる、はい、落ちる、はい、何かは言いますけど、はい、落ちる人が俳優としては頑張ってる人が、はい、だからそなんかビッグエンゼをすぐ思い出すのはこのケイリー・ビージーかなと思いますね。これちなみに、はい、別の話で言うと実はあの稲村ジェーンの話の下敷きになっているという。ああそうなんですか、はい、そうなんですか、稲村ジェーンを見ました。稲村ジェーンのあれもあの大きい波を待ってるでしょ、今度は最後に竜に乗って上がっていってしまう。ああ、なるほどね。いや、今初めて知りましたね、はい、はい、ぜひと見ていただきたいと思います、はい、でこれが日本公開時からですね、はい、海外の映画だったんですけど、はい、エンドタイトルで、はい、日本の歌がね、おー、日本語の歌が流れたということで、それがですね、心の海をという歌でございますけども、はいはい、明日の FMI の、はい、デートなシネマ館で、はいはいはい、そのレコード音源を流すということなんで、見ていただきたいと思います。今日も事情がありまして、はい、このシリーズが来週に続きます、はい、いや了解、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。いや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 、本当にね、あっという間でしたね、はい、ずっと話聞いておきたい。いやいやいや、本当に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 、もう10分経ってしまうそうなんよね、そうなんよね、全然多分あの話的には前半で終わってるぐらいの感じで来週も来る、いやいやいやそんなぐらいのノリなんですけど、はい、まあまあ、川本監督とはドラゴン映画祭でね、はい、お誘いいただいて参加させていただいて、で、まあ、それからのご縁なんですけど、はい、まあ、このカバーに関してはね、そのドラゴン映画祭でもパイロットマンとか、うん、流されてたりとかで、僕も、ずっとなんか、そんなに長いこと関わってたわけではないんですけど、結構長いこと見てるような感覚なんですよそう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 、でやっと完成版が、上映されるということで、僕も大変期待しております、はい、ぜひたくさんの方に ね、 ね、ご覧いただきたいなと思います。なので、はい、まあ、またこの辺とかこの辺とかになんか出てると思いますのでその辺の情報を見て確認してですね、劇場に足をお運びいただければなと思います。はい、はい、ということで、はい、本日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。